スターク軍はアメリカ合衆国入りの異州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は5994人であり、2000年の6332人から5.3%減少した。軍庁所在地はトゥーロン市であり、同軍で人口最大の都市はワイオミング市である。スターク軍はピオリア大都市圏に属している。 スターク軍は1839年にノックス軍とパットナム軍の一部を合わせて設立された。軍名はアメリカ独立戦争の時に大陸軍に従軍したジョン・スターク大佐にちなんで名付けられた。スタークは1777年のベニントンの戦いでの結出した働きによってベニントンの英雄として広く知られている。アメリカ合衆国国政調査局によれば 軍域全面積は288.35平方マイルであり、このうち陸地288.08平方マイル、水域は0.27平方マイルで、水域率は0.09%である。近年、軍庁所在地である、トゥーロン市の平均気温は1月の下市10度から7月の下市84度まで変化している。過去最低気温は百九十九年一月に、 記録された歌詞26度であり、過去最高気温は1983年7月に記録された歌詞104度である。月間降水量は2月の1.41インチから6月の4.46インチまで変化している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。スターク軍は下記8つの軍区に分割されている。ありがとうございます。